鈴木一弘11月1日から2003年7月8日は、静岡県純一郎梅の長男として生まれる。創価学会文化部長、川崎市議、神奈川県議を経て、1962年7月、参議院議員に当選し4期務める。1924年11月1日に生まれる。1944年、横浜高等工業学校機械工学科卒業。1946年9月、日進工業に勤務。1954年11月、創価学会男子部第一部隊長を兼務し、初代文化部長となる。1955年4月、川崎市議会議員選挙に無所属で立候補し、当選する。1959年4月、神奈川県議会議員選挙に無所属で立候補し、当選する。1962年7月1日、第6回参議院議員通常選挙に全国区から無所属で立候補し、初当選する。1964年、創価学会副理事長に就く。公明党結成に参加し、公明党政策局長に就任する。1967年2月、公明党政策局長を退任し、公明党参議院議員団長に就任する。1980年、公明党副書記長に就任する。1985年、公明党副委員長に就任する。1986年7月、第14回参議院議員通常選挙に立候補せず、政界を引退する。1990年2月、第39回衆議院議員総選挙後、公明党副委員長を退任する。2003年7月8日、死去。享年78。池田大作著、人間革命第7巻235から238ページ。ありがとうございます。